皆さん、こんにちは。女子バレーボール選手の白岩蘭菜選手をご存知でしょうか。現在、V2 リーグ群馬グリーンウィングスのアウトサイドヒッターとして活躍しています。テレビで見かけることは多くない彼女ですが、バレーの実力だけでなく、アイドル並みの可愛さで多くのファンを虜にしています。バレー界で一番可愛いとも評される注目のアスリート白岩蘭菜さん。今回は、そんな白岩蘭菜選手の魅力について迫ってみたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。白岩蘭菜選手のご両親は、元実業団の長距離選手でした。その関係で、ランナーが、ランナの名前の由来となっています。フィギュアスケート選手の白岩優奈選手と名前が似ており、共にアスリートということから姉妹だと思われることがあるようですが、白岩蘭菜選手は一人っ子なのでお二人は姉妹ではありません。ところでアイドル級の可愛さを誇る白岩蘭菜選手は結婚しているのでしょうか。調べてみたところ、2024現在、白岩蘭菜選手は結婚していません。以前そのような噂が流れました。一体、なぜ白岩蘭菜さんが結婚をしたという噂が流れたのかを調べてみると、どうやら過去に所属していた黒部アクアフェアリーズを突然退団したことが発端のようでした。退団してから次のフォレストリーブズ熊本に入団するまで約1ヶ月半の空白期間があり、その間を利用して結婚をしたと間違った噂が流れたようです。彼氏の存在も明かされていませんが、元チームメイトからはジャニオタだと言われているそうで、ストーンズやビーファーストがお好きなようです。また、ご自身の性格を熱しやすく冷めやすいと述べているので、今、彼氏がいなくても今後スピード婚なんてことがありえるかもしれません。アスリートということで普段から自炊しており、生姜焼きが得意料理だとのことです。サバサバした性格、料理上手で家庭的な面もあることから、男女問わずモテそうです。現在 V2 リーグの群馬グリーンウィングスに所属している白岩蘭菜選手ですが、いつからバレーボールを始めたのでしょうか。白岩蘭菜選手は地元の岩切小学校時代にバレーボールを始めました。ご両親がママさんバレーに参加しており、それについて行ったことがきっかけだそうです。5年生くらいからチームに入って活動するようになったと語っています。またバレーと同時にお父様の指導のもとマラソンにも取り組んでいたそうです。地元の岩切中学校に進学し入部したバレー部は強豪ではありませんでしたが、2年生で新しく顧問になった先生の指導で県大会出場を狙えるほどのチームに成長し、バレーに対する熱も高まっていったそうです。この顧問の先生との出会いがなければ、今の白岩蘭菜選手はいなかったかもしれません。高校はバレーの強豪校である宮城県立利府高等学校スポーツ学科に進学しました。宮城県でバレーの強豪校としては、古川学園高等学校の方が有名なのですが、利府高等学校を選んだ理由として、古川学園ではなく対抗する高校に行きたかった、と白岩蘭菜選手は後に語っています。スポちゃん、県大会では3年間一度も古川学園に勝つことはありませんでしたが、チームは常に決勝まで行くほどのレベルの高さに位置していました。当時のポジションはレフト。3年生になるとキャプテンを務めるようになります。そんな白岩蘭菜選手は、バレーは高校まででやめるという思いで進路は短期大学の保育科を考えていたそうです。しかし、白岩蘭菜選手が進学したのは、新潟医療福祉大学の健康スポーツ学科でした。バレーはやめて短期大学の保育科へ進学するという当初の思いもあったそうですが、同大学バレー部の監督に声をかけてもらい、やはりスポーツに関わっていたいという思いから進学を決めたそうです。ちなみに、1年次から試合に出場し、4年次には副キャプテンを務めるほどに活躍しました。大学時代、大活躍だった白岩蘭菜選手ですが、高校の時と同じように大学まででバレーはやめるつもりだったそうです。しかし、プロを目指せると思うから続けてみないかという監督の言葉と、バレーに対して、まだやりきった感がない、納得できないという自分の思いからプロバレーボーラーへと突き進むことを決意します。ここまで見てきてわかるのは、様々な分岐点で程よく良きアドバイスをする人物が白岩選手の周りにいたということがラッキーでした。大学卒業後、
進んだ先は V1 リーグの黒部アクアフェアリーズです。新潟医療福祉大学卒で初の V リーグ選手となりました。富山県黒部市を本拠地とする V1 リーグの黒部アクアフェアリーズに入団した白岩蘭菜選手、実は大学在学中の2019年2月、内定選手として V1 リーグデビューを果たしています。白岩蘭菜選手はこの試合の最初のプレーがサービスエースとなり、初出場の初プレーで初得点を記録しました。大学生プロバレーボーラーが事実上の誕生です。また2019V サマーリーグ女子東部大会では新人賞にあたるフレッシュスター賞をファン投票により受賞するほど大きな活躍を見せ、今後に期待される選手となりました。2020年6月、自身のステップアップのため黒部アクアフェアリーズからの退団が発表されます。黒部アクアフェアリーズを退団後、V2 リーグのフォレストリーブズ熊本に移籍します。スポちゃん、身長169センチでバレー選手の中では小柄な方ですが、ジャンプ力と速さを生かした攻撃が武器の白岩蘭菜選手、こちらのチームでも得点王という個人賞を獲得するほど活躍されていました。2022年5月、他チームへの移籍希望によりフォレストリーブズ熊本の退団を決断することとなります。2022年7月に V2 リーグの群馬グリーンウィングス、入団当時は群馬銀行グリーンウィングスに移籍入団します。自分を成長させるためにより良い環境で自分を高めていく白岩蘭菜選手、現在は副キャプテンとしてチームを引っ張る選手です。 SNS で可愛いと話題になった白岩蘭菜選手、整った顔立ちで男性女性を問わず人気となり、コート上のユニフォーム姿だけでなく私服姿も可愛いと評判になっています。職業柄ユニフォームを着ている姿を見かけることが多い白岩蘭菜さんですが、自身のインスタグラムには友人やチームメートと私服でプライベートを楽しんでいる投稿が多数ありました。どちらかといえば可愛い系の服よりもスポーティーでかっこいい私服が多い印象です。ファンが投稿したと思われる別の SNS にはパーカーよりも少し薄着の私服姿がありました。こちらも可愛い系の服よりはかっこいい感じなので、もしかすると白岩蘭菜さんの私服は可愛らしさよりも動きやすさや機能性を重視しているのかもしれません。ファッションだけでなく白岩蘭菜さんのビジュアル自体も可愛いと綺麗かっこいいに分かれていますが、キリッとした表情の中で時折見せる笑顔のギャップがいいとも言えます。そしてビジュアルの可愛さと同じくらい話題になっているのがスタイルの良さでした。下世話な話、白岩蘭菜と検索すると白岩蘭菜 OP や白岩蘭菜カップ数と出てきます。非常に不健全な話題ではありますが、一部のファンは気になるのでしょう。というわけで白岩蘭菜選手のカップ数を調査してみたところ、白岩蘭菜選手のカップ数は推定 D から E カップだということです。スポちゃん、いかがだったでしょうか。今回はプロバレーボーラーとして活躍する白岩蘭菜選手のこれまでの経歴と努力の変遷をたどってきました。ユニフォームにすっぴんという飾り立てない姿が十分に美しく、さらにプレー中の真剣な眼差しと表情が魅力的だと話題になる白岩蘭菜選手、テレビでもぜひ活躍する姿が見たいものです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。